皆さんおはようございます。それでは時間になりましたので、こちら WebEX さんのチャンネルでは、生分解のタイミングやスピードをコントロールする海洋生分解性プラスチックの開発につきまして、研究機関のショートプレゼンを実施いたします。本日、全体の司会進行を担当させていただきます、ネド材料ナノテクノロジー部の原田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。また本日はこの海洋生分解性プラスチックの開発につきまして、サブプログラムディレクターを担当いただいております、東京工業大学名誉教授の土井善晴先生にもお越しいただいております。それでは早速1つ目のセッションに移りたいと思います。1つ目は、非可食性バイオマスを原料とした海洋分解可能なマルチロック型バイオポリマーの研究開発でございます。では、ここからはプロジェクトマネージャーの東京大学伊藤先生にバトンをお渡ししたいと思います。では、伊藤先生、よろしくお願いいたします。はい、東京大学の伊藤でございます。ご紹介ありがとうございました。それではこれから私どもの提案であります、非可食性バイオマスを原料とした海洋分解可能なマルチロック型バイオポリマーの研究開発について、ご紹介させていただきます。次のスライドお願いします。このプロジェクトはですね、私がプロジェクトマネージャーを務めさせていただきまして、それから東京大学生研のですね、吉江先生に副プロジェクトマネージャーをお願いしております。次のスライドお願いします。本プロジェクトはですね、企業4機関、それからアカデミア14機関が参画しております。で、その中身ですけども、委託機関として12機関、それから採択機関7機関でございます。で、こちらがそれを並べた表でございますけれども、東京大学にはですね、6つの採択機関がございます。で、これからの説明の中では、私が東京大学の成果と、それからこの6つの採択機関の成果を合わせてご説明させていただきます。その後でこの順番2からですね、5、それから6から12までですね、委託機関の方からのご説明をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。次のスライドお願いします。で、これらのですね、機関をどうやってこう組み合わせて研究活動をしているかという研究開発の体制図でございますけれども、我々このマトリックス運営という体制で行っています。で、これは我々が扱うターゲットというのは、このプラスチックだけではなくてですね、プラスチック、タイヤ、繊維、漁網と、この4種類の回収できない海中にですね、出ていってしまっているポリマー、これを対象としています。で、それぞれの対象については、各企業さん、三菱ケミカルさん、ブリヂストンさん、帝人さん、クレアさん、各企業さんがそれぞれ1つずつ担当いただきまして、責任を持って担当いただいて研究開発を進めているということでございます。そういう意味では、この A から D というのは非常にクローズな、競争領域のクローズなプロジェクトになっています。で、それに対してこの E というのは共通課題、これがアカデミアが主担当している部分ですけども、ここはアカデミアは共同研究しながらですね、新しい分解の技術とか、その分解の機構解明とかですね、そういうところに取り組んでいます。で、アカデミアはこのオープンな、課題、その共通課題だけではなくって、各企業の課題の中にも入り込んでおきまして、で、各企業の、プロジェクトにも協力に推進しているということです。なので、アカデミアはオープンなところとクローズなところの2つの面で貢献、活躍していただいているということになっています。で、これによってですね、1つの企業が多数のアカデミア、例えば合成の先生とかですね、分解の、構造解析の先生とか、そういういろんな評価の先生ですね、分解評価の先生などと共同でですね、共同的に実施しながら進めているということで、これで研究開発のスピードが飛躍的に向上するということが期待できる、またこういう体制を取ることによって、産学とも相乗効果が期待できるという形になっています。で、次のスライドをお願いいたします。で、共通課題のテーマでございますけれども、これはアカデミーが中心となってオープンに議論している部分ですけれども、1つはこのプロジェクト、ムーンショットの中の一番大きなテーマであります、スイッチ機能の開発ということに取り組んでいます。それから、あと海洋も含む環境分解機構の解明、どうやってこのポリマーがですね、こう分解していくのかと、そこをきちんと解明しようということでございます。それから、非可食性バイオマスを原料としていきたいとも考えてますので、これのテーマについて、もアカデミーが集まって共同研究をしています。それからもう1つは、使っている間、強靭でなければいけない、耐久性がしっかり担保されなきゃいけないということで、の強靭性をどうやって上げていくか、耐久性を上げていくかということにも取り組んでいます。
それからもう一つはその海洋分解の評価ですね、分解性をどうやって評価するか、あるいは加速的な分解手法を開発するというところにも取り組んでいます。でこれは最近新しく加えた横断的共通課題でありますけれども、先ほど山地先生からもあったように、最後どうやって無害化するかということが非常に重要なテーマとなっています。分解して生じるこのオリゴマーが最後に海洋性分解性とですね、安全性はどうやって担保されているのかというあたりも新しい共通課題として、組み入れまして、ここに関しましても今スタートして研究開発に取り組んで協力と取り組んでいるということでございます。で各課題を担当しているアカデミアはこちらの通りでございまして、私の説明の中ではこの青い部分の東大の、研究開発内容と成果、それからこの、オレンジの部分が採択先ですけれども、その採択先の研究開発のテーマをまとめて、これからご紹介したいと思います。それでは次のスライドをお願いいたします。まずスイッチ機能、これは非常に大事、この一番中心的なテーマでございますけれども、ここに関しての我々の取り組み方というのは、その分解に複数の条件を必要とするようにすると、これをマルチロックというふうに呼んでいます。でこれによって普段使用している間はその複数の条件が揃わないので、分解せずに非常に耐久性長く使えると。で、誤って海洋中に入ってしまった場合にはその分解の条件が揃って、速やかに分解する、それによってスイッチ機能を実現しようというふうに考えています。でそのための手法としては、一つはコポリマーを使うと、コポリマーと海洋中のですね、条件を使うということがあります。でこれはポリマーの中にそういう分解ユニットを導入するということで、これは各企業さんの方でも取り組んでますし、こういうアカデミアの方でも取り組んでいると。で今回これから紹介する採択先の信州大、大阪医師大の方でも取り組んでますので、ここをご紹介しようと思っています。それからもう一つの戦略としては、酵素を使ってですね、これに海洋環境に入ったときに分解が始まるということで、スイッチ機能を実現しようということでございます。でこの酵素に関しては、ライトさんと、そこから長岡技科大の方で取り組んでまして、これも後で後ほどご紹介します。それからもう一つは添加剤です。で添加剤を使うことによって、添加剤とそれからその海洋中の条件ですね、これが重なったときに分解が始まるというので、金属酸化物のクラスター触媒とポリタキサンを、使うということで今取り組んでますので、これもご紹介します。それから最後は動的架橋です。で架橋することによって分解性が非常に遅くなる、あるいはなくなってしまうということが知られていますので、これをその動的な架橋を導入することによって分解性とそれから強靭性をマルチしようということで、これも水素結合を使った取り組みが今行われていまして、これについてもご紹介したいと思っています。で次のスライドお願いします。でまず最初に、これは東大の吉江先生の成果でございますけれども、吉江先生は先ほどお話しした動的架橋、これを使いまして、完全分解可能なための、低速分解性、これを行うことによって、海に入ったときに速やかに分解するような、そういうシステムを作ろうということで、研究開発を行っていただいています。が成分解に、複数の刺激を導入する。それから実用的に使っている間はしっかりと耐久性を担保するということで、今研究開発を行っていただいてまして、だから特に吉江先生のアイデアとして、このエントロピー駆動型、多重水素結合というのを、中心に研究開発を行っていただいています。で非常に大きな成果としては、そのエントロピー駆動型水素結合として、ビシナルジオール、これを提案されていまして、これが企業のプロジェクトでも非常に効果があるということで、今企業のプロジェクトにも貢献いただいています。でこれによって、ついている間は非常に強靭性、あるいは自己修復性もあって、非常に耐久性が担保される。しかもその海に入ったときにすぐに分解するというのを両立を目指しているということでございます。で次のスライドお願いいたします。次は私自身の研究開発ですけれども、私の研究室ではこのポリタキサンという超分子、トポロジカル超分子を使っています。でこれは海洋分解性の分子から構成されている非常に分解性の高いものなんですけれども、これを使うことによって、強靭性と海洋性分解性の同時実現というのを今目指して取り組んでいます。これについては後ほどもう少し詳しく紹介させていただきます。次のスライドお願いいたします。次は都東大の鈴木先生でございますけれども、鈴木先生のところでもスイッチ機能の開発と強靭性の両立ということで、金属酸化物クラスター触媒というのを使われています。でこれを使うことによって、普段使っている間は丈夫に使えると。で海に入ったときに分解が始まるという形のものを作っておられまして、これについても後ほど詳しく証明ご説明します。次のスライドお願いします。
で、これは岡崎先生、東大の岡崎先生ですけれども、スイッチ機能の開発、強靭性の向上ということで、特に岡崎先生は計算科学の、第一人者でございまして、こういった富岳を使うようなスーパーコンピューターを使うことによってですね、実際にその1000万原子系、この世界に類のない数でございますけれども、1000万原子系で実際にその鉱物質のラメラ構造、結晶構造を再現しまして、まあ、これを実際に引っ張ることによって、結晶性と、まあ、強靭性の関係、あるいは分解性との関係をですね、今、スーパーコンピューターを使って実際に調べているということでございます。で、それからもう一つは、実際さっきお話ししたような、鈴木先生の金属クラスター触媒がですね、どうして多重刺激の時だけ分解が始まるのかというのを量子力学的計算に基づいて解明するということについても貢献いただいています。それからまたデータマネジメントということで、出てきた皆さんの、各研究者から出てくるデータがあるんですけども、そのデータをですね、データベース化しようということで今取り組んでまして、そのソフトの開発に関してましても貢献いただいているということでございます。で、次のスライドお願いいたします。で、次は採択先です。で、採択先はまず佐藤恵理子先生、大阪市大の佐藤恵理子先生の成果でございますけども、佐藤先生とかがスイッチ機能を開発するということで、加熱や紫外光照射など外部刺激によって強い結合の選択的な切断が起こりうるような分子解体ユニット、これを設計し開発いただいています。で、実際に新規分子解体ユニットということで QA-BR ダイマーというのを開発されています。で、これはですね、これ活性化エネルギー、傾きが大きいほど活性化エネルギーが高いんですけども、光照射前はですね、活性化エネルギーが非常に高いので分解がしにくいと。で、ところがそこに光が当たるとですね、これが活性化エネルギーが低くなって分解が非常にしやすくなるということです。で、光刺激によって分解性が大きく変わるような、そういう新しいユニットというのを開発されています。で、次のスライドお願いいたします。で、次はスイッチ機能の開発ということで、信州大学の高坂先生です。で、高坂先生はアミノ酸やアンモニアと化学反応を起こして分解するような化学分解性ユニットというのを開発されています。実際にアルファ置換メチルアクリル酸エステルというのを開発されて、それをポリエステルの中に組み込むことに成功しました。で、これによって化学分解と生分解を組み合わせることによって、海洋中で速やかに分解するような、そういうポリマーというのを実際に実現されて、企業との共同研究を今進めているところでございます。次のスライドお願いします。次は、スイッチ機能の開発ということで、長岡技術科学大学の笠井先生の成果です。笠井先生は天然ゴム、これ、このプロジェクトの中にはタイヤも入ってますので、ゴムを使いますけれども、の天然ゴム、ポリソプレンのを分解的な酵素、これを、まあ、LCP というんですが、この LCP の、機能の解明と、それからその、活性向上というのに取り組んでいただいています。で、実際に LCP の高活性化、活性化の向上と安定化にも成功されましていますし、それからその LCP 自身をですね、効率的に生産するの生産法というのも、遺伝子改変によって大幅に向上するということを、の成果に、つなげておられます。次のスライドお願いいたします。続きまして、今度は気候解明の方でございます。これは京都工芸繊維大学の佐々木先生の成果でございますけれども、佐々木先生のところではですね、JASIN の増永先生と共同で取り組んでおられまして、放射光を実際にスプリングエイトの中に海水を持ち込んで、これは実際に微生物も入っている天然海水でございます。で、この海水の入った状態でポリマーを入れて、これがどうやって分解していくのかというのを X 線で、しかもリアルタイムで、しかもマイクロビームを使って測定されていることに成功されました。これは多分世界で初めてだと思うんですけども、実際にその海水中でですね、分解の進行過程をスプリングエイトでリアルタイムで検索する、測定するということに成功されています。はい、次のスライドお願いいたします。ちょっと時間がないのでいきますけども、次は採択先の神戸大学の佐藤先生ですけども、佐藤先生の分解器の解明ということで貢献いただいています。で、佐藤先生のところはテラレススペクトル、それから低周波領域のラマンスペクトルを使って、鉱物質の相互作用を精密に測定されています。佐藤先生のところでは、実際に2次元イメージング、それから深さ方向を含めた3次元イメージングも、できるようになってまして、で、これによって実際に成分解した鉱物質の表面ですね、その表面の構造でどこが結晶になって、どこが飛翔の状態で分解しているのかというのをですね、空間、非常に細かい空間分解能で実際マッピングすることに成功しています。で、これをリアルタイムの顕微鏡写真と付き合わせることによって、どこの部分から分解が進行しているのかということが実際にこう分かる
輸送位測定系を組んでいます。研究開発を取り組んでいます。はい、次のスライドお願いします。で、これはご紹介の最後になるんですけども、化学物質評価研究機構セリさんの菊池先生が担当しておられます。これは環境分解性の評価ということです。これも非常に大きな成果でございまして、実はですね、なかなか海洋分解性試験って非常にばらつきも多くて、しかも時間が長くかかるというのが問題だったんですけども、この成分解速度を加速推進手法というのを新たに開発されて、これを皆さん今使っておられるという、いろんな機関で使っていると、そういうことになっています。これもちょっと後で詳しくご紹介いたします。それではその次のスライドお願いいたします。残りの時間を使ってですね、成果のトピックスをご紹介したいと思います。次のスライドお願いします。はい、まず東大の鈴木先生でございます。で、鈴木先生のところでは、この中に金属クラスター触媒というのをポリマーの中に入れまして、これにですね、複数の刺激、例えば光と海洋中の塩ですね、で、これがあったときに分解が進行するようにすると、そういう新しい触媒を開発するということを取り組んでいただいております。これが成果ですけれども、例えば触媒の A、触媒の B という2つのものを比較します。で、触媒の A の方は光を当てる前は分解はほとんどしません。これは光を当てることによって分解が進行する。光だけで分解が進行するというものです。それに対して触媒の B の方は光を当てただけでは実は分解はほとんど進行しません。で、ここに海水中の、添加剤ですね、添加剤というか、塩とかそういうものがありますと、急速に分解が進むということです。なので、普段使っている間は光が当たっても分解しないんだけども、これは海水中に入ったときに分解が進むと、そういう新しい触媒というのを開発されることに成功しました。で、次のスライドお願いいたします。で、これがどうしてですね、そういう違いがあるのかということを、東大の岡崎先生の方で実際にコンピューターを使って計算で、その機構を解明されています。で、実際に光刺激のみで分解する触媒の A の方とですね、そこから光と、そういう海水を使って分解が、だけで分解が起こるというのは何が違うのかということを量子力的計算を使って解明し、で、スイッチ機能の理論的な説明も行っていただいているということでございます。で、次のスライドお願いします。次はポリタキさんで私どもの研究ですけれども、このポリタキさん自身はですね、海洋分解性があるということは知られてたんですが、実際にポリタキさんが分解するということは今回の我々のプロジェクトで初めて分かりました。で、これをですね、海洋分解性の鉱物質の中に入れてやります。で、そうすると分解性が加速するということが明らかになりました。次のスライドお願いします。で、と同時にですね、このポリタキさんいいところは、これを少量入れるだけで強靭性も上がるということです。で、これを入れることによって海洋分解性と強靭性の両方が向上するということが分かりましたので、これを添加剤として、さまざまな海洋分解性のポリマーの強靭性と海洋分解性の実現に貢献したいというふうに考えています。次のスライドお願いいたします。時間が来ておりますので、すみません。で、セリさんのところでは、抽出海水、海水とですね、堆積物を混ぜた抽出海水と、そこに窒素とリンを入れることによって、その評価系の加速評価系を作ることに成功しました。次のスライドお願いします。で、これを使うとですね、海洋分解性が大幅に上がるということが分かりました。今現在23機関でこの方法を導入して検討しているところでございます。これによって海洋性分解性が加速するとともに、海水によるばらつきが大幅に減少することに成功しました。以上で東大と在宅機関のプレゼンを終わらせていただきます。どうもありがとうございました。それでは続きまして、三菱ケミカルさんの方からプレゼンをお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。次のスライドお願いします。次のスライドお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、三菱ケミカルの加藤でございます。聞こえてますでしょうか。聞こえております。はい、始めさせていただきます。次のスライドお願いいたします。三菱ケミカルの目標とし、このプロジェクトの目標としましては、非加速バイオマスを原料とした海洋分解可能なマルチ族型バイオポリマーの研究開発ということで、目的は非加速資源から製造される脂肪族ポリエステルにマルチロック機構を組み込み、複数外部刺激によってロックを解除した後には速やかに海水で成分解するバイオプラスチックの開発を行うということです。また、動的架橋や超分子の導入、高分子構造の最適化などによって良好な成分解性を維持しつつ、成分解性プラスチックを強靭化することを目指しております。一般に引き裂強度と海洋性分解性につ
についてはトレードオフの関係にありますので、この関係を打ち破るためには成分改正のマルチロックを導入することが必要であると考えております。課題の目標、課題を解決するための目標としまして、海洋成分改正樹脂にマルチロックを組み込むこと、強靭化として引き裂き強度の向上を主眼に検討すること、そしてこれらを海洋成分改正を損なうことなく実現することというふうに設定しております。次のスライドをお願いします。2020年、中間目標と最終目標ですけれども、2022年度の中間目標はマルチロック機構の概念の継承、2024年度の目標はマルチロック機構と強靭化の両立、2027年度にベンチスケールでの実証をこの目標としています。で、最終目標は2029年でマルチロック機構、マルチロック解除後の海洋成分改定が海水中 BOD 試験で30日で分解度 40% を達成すること、そして引き裂き強度が既存のバイオポリマーの10倍以上ということを目標としております。そしてベンチスケール上での規模でのポリマーが製造可能になるということを最初の目標としております。次のスライドお願いいたします。バイオ PBS は、バイオ PBS は土壌中、土の中での分解は、早いんですが、海洋性分解性は、の速度は速くありません。ここで海洋性分解性を向上させるための検討を行っております。一つの方法としましては、バイオ PBS に新たなコンテンツを投入させることによって分解を促進するという結果が得られています。もう一つの手法としまして、分解促進剤を添加するということで、この方法によっても著しい海洋性分解性の向上が、を見出すことができております。次のスライド、2029年までのスケジュールですけれども、2022年度のマルチロック機構のコンセプトプルーフを、達成するために、現在ではマルチロック機構の、コンセプト確認を行っております。で同時に、引き裂き強度の向上ということで強靭化検討を、行っております。次のスライド、今年度のまとめですけれども、2024年度の中間目標のマルチロック機構と強靭化の両立ということを、に対しまして、今年度はおおむね計画通り進捗しております。今年度の成果で、ございますが、アカデミアの先生、との、の協力のもと、の成果ですけれども、京都高専大の佐々木先生により引き裂き強度、引き裂き前後の結晶構造の変化が解析可能となっております。また山形大の石上先生によりまして、 PBS 系で添加剤による強靭化の傾向を確認していただきました。また神戸大の佐藤先生により、強重合計の成分改正樹脂の結晶構造、水素結合結合状態の検出を解析していただいております。また九州大の高原先生により、耐候性試験による、工事構造の変化、酵素による表面劣化の解析を、していただきました。また九大の松野先生には、酵素による表面構造の変化を確認していただいております。弊社内三菱ケミカルでは、単体単次型の成分解促進モデルのマルチロック機構のコンセプトを確認いたしました。以上でございます。はい、岡田さんありがとうございました。それでは続きまして、ブリヂストンさん、ブリヂストンの浜谷さんお願いします。はい、声聞こえていますでしょうか。聞こえてます、お願いします。それでは、摩耗粉を成分解可能とする非褐色性バイオマスを原料としたタイヤの開発ということで、株式会社ブリヂストン浜谷がご報告です。次お願いします。もう一枚次お願いします。
はい、簡単に背景ですが、プラスチック製品による海洋マイクロプラスチック問題と合わせて、近年タイヤの摩耗が環境中に残ることも指摘され始めてきております。その量やインパクト、環境へのインパクトというのがまだ議論の余地があるのですが、それが指摘されている現状があります。また一方で現在タイヤでは気化石資源にのポリマーも使用しておりますので、そういった資源循環の観点からも気化植生バイオマス由来の材料や全体性材料が求められるということで、そこで本プロジェクトではこのようなタイヤ摩耗粉の環境への影響を低減を目的といたしまして、気化植生バイオマスを原料とした強靭さと分解性を併せ持つポリマーの開発、それを用いたタイヤの開発を目指しております。やはりタフネスと分解性、非加食性バイオマスという二律背反を解くことがキーとなります。そこで解決手段ですが、非加食性バイオマスにおいては、弊社は取り組んでおりますグアイウールなどパラ抜き天然ゴムに代わる天然資源の多角化活用、開発の活用と、あとアカデミアの植物由来モノマーのポリマー合成技術、こちらを用います。タフネス化に関しましては、このプロジェクトの前身であるインパクトプロジェクトで培ったエネルギー算出技術をさらに拡張しようと考えております。これは、破壊入力のエネルギーを効率よく算出させ、破壊強度を向上する技術になります。今回これを、ポリマーや、架橋構造で、分子設計することで、使用中はエネルギー算出を、起こし、強靭化を達成し、使用後には摩耗粉状態ではこの構造が海洋など外部刺激によって外れ、成分解促進される新概念のポリマーの提案を目指しております。次お願いします。そのような蜜の開発と、あとまだゴムでは開発されていないゴムの海洋分成分解、評価法の開発、これは4つのグループを、でそれぞれアカデミアの先生方と連携させていただいて開発を進めております。右側の最終開発目標ですが、タイマモと分解速度のバランスを現行ゴム対比10倍以上向上させるということに置いております。本日はこの縦軸のタイマモに関係するタフネス化技術向上の POC の進捗結果と、横軸の分解速度の技術向上の POC の進捗結果、この2点をそれぞれ1枚で説明させていただきます。次お願いします。こちらタフネス化技術向上開発の進捗結果例になります。可逆的に働く架橋構造を導入したゴムを開発しております。コンセプトを DCL、デュアルクロスリンクコンセプトと呼んでおりますが、呼んでおります。で、これにより、亀裂強度を飛躍的に向上させることに成功しております。下の図は、ゴムシートを、初期裂を入れて、肌まで一軸伸長させたの動画の破断直前のスナップショットになりますが、左の通常ゴムでは、このような歪みで破断してしまうのに対し、右の DCL 適用ゴムでは、まあ、このようなここまで伸長させても破断しない状態を達成しております。次お願いします。最後にバイオマスポリマーの、成果例を、一部示させていただきます。現在非加食性バイオマスモノマー、高成分解性モノマーと、タイヤ用ジェーンゴムの、マルチルブロック、コポリマーの開発にいくつか成功しております。左側は縦軸が破断強度、横軸が成分解性ポリマー導入率になりますが、このように破壊強度を維持したまま成分解性ポリマーの導入に成功しております。また右は開発しましたゴムの海洋成分解性試験結果の結果になりますが、いくつか開発した成分解性を持つマルチブロックコポリマーによって実際に海洋成分解が向上するということを見出しております。このように多幅化と成分解性の両立の可能性を今示す結果が得られているというところがここまでの進捗結果になります。
以上です。はい、ありがとうございました。それでは続きまして、帝人山本さんお願いします。はい、帝人山本でございます。それでは帝人フロンティアの発表を始めさせていただきます。次のページをお願いします。我々はですね、このページの一番下に書いてありますけれども、海洋生分解性芳香属ポリエステル、主にペットですね、海洋生分解性を有するペット系のポリマー及びその繊維の実現を目指しております。次のページをお願いします。我々が目標、最終的な目標はですね、ここに示しますように、まずこのペット系のポリマーを改良しまして、特定の刺激下で高分解性を示すマルチロック型のバイオタフポリマーと、その繊維の生産技術を完成するということ、それからそこで得られた繊維が現在の海洋分解性の指標を満たす、そして3つ目には、2030年度には生産技術を完成させまして、実生産、商業生産を開始するレベルまで持っていこう、最後にバイオモノマの技術も完成して、ここを目標に進めております。そして開発内容ですけれども、課題としましてはペットの異分解化、強靭化、培養化というのが挙げられますけれども、まずこの異分解化にまず注力しておりまして、考え方としましては、まず加水分解、一次分解である加水分解を促進させ、そして分子量を小さくして、それを微生物分解していく、この2段階の分解でこれを実現させていこうというふうに考えております。具体的には分解しやすいポリマーの質を改質することで分解しやすくし、そしてそこに分解促進剤を添加する、またその分解促進剤を、繊維の構造制御によって除去していく、こういった考え方によって実現を目指しております。次のページをお願いします。で、現時点の成果でございますけれども、まずポリマーの改質につきましては、特定の成分を強重合した異分解性のペットポリマーの設計および合成を完了しております。またモノマのバイオ化につきましては、アカデミアと今検討を実施しているところでございます。そして2つ目に分解促進剤ですけれども、まず大量の水が存在する環境下でポリマーを分解開始することができる新規の分解促進剤を開発しております。で、この開発促進剤と先ほど申し上げました改質ポリマー、これを組み合わせることによりまして、右の上の図になりますけれども、横軸は1ヶ月程度でこの30度の海水中で分解が進むような改質ペットを得ることができております。また下の図はですね、これはアカデミアの技術であります光分解剤をペットしたポリマーの30度での光分解の促進試験でございますけれども、3日程度でこの純水中に比べまして海水中でこの分解が促進されるというような結果も得られております。現在これらのポリマーの繊維化を進めておりまして、今後その繊維物性、そして海洋生分解性の評価を進めていくという計画でございます。次のページをお願いします。さらに我々はですね、BOD 法を用いた海洋生分解性の評価技術についても確立しておりまして、そしてそれを用いましたペットのオリゴマの海洋分解性も評価しております。右の図になりますけれども、数ヶ月のオーダーになりますけれども、こちらも30度の海水中で、オリゴマの生分解が進んでいくということがお分かりいただけるかなと思います。ペットそのものはですね、生分解性を持っていませんけれども、ここまで分子量を落としていくと分解が進むということが分かりました。また冒頭の話にもありました通り、分解過程に生じるオリゴマの安全性というのは非常に大きな評価のポイントでございますので、現在安全評価も進めているところでございます。以上まとめますと、主鎖分解、加水分解と微生物分解を組み合わせた2段階の分解によって、ペット系のポリマーを海洋生分化するということができるということがまず確認できました。またマルチロック化という観点で言いますと、下にありますように水環境と微生物によってスイッチングできる強靭合のペットと分解剤の組み合わせ、また光と海水と微生物によってスイッチングする強靭合ペットと光分解剤の組み合わせ、この2つのマルチロック化の可能性が現時点で示されたということが現時点での成果でございます。今後も検討を進めてまいります。以上でございます。はい、どうもありがとうございました。それでは続きまして、クレハさんの正木さんお願いします。はい、クレハの正木です。聞こえておりますでしょうか。
聞こえてます。お願いします。はい、それでは弊社担当テーマの進捗成果について報告させていただきます。次のスライドをお願いします。弊社の担当テーマは生分解可能で強靭性を有する漁網用バイオポリマーの開発となっております。海洋プラ問題としては皆さんご承知のおきの通り、漁網等でもゴーストフォッシシング等が問題になっておりますが、ここに生分解性樹脂の利用を検討しております。ただ現状ですと、生分解が遅いですとか、強度の発揮、あるいはその両立といったところに課題があるというところでして、これらの課題に対して、生分解性を有するポリマー、具体的には生分解性ポリアミド、ポリアミド4やポリグリコール酸といったものは、右のグラフに示しますように、海水中での生分解が確認されている樹脂でありまして、またその構造から極めて高い強度を有します。またこれらのポリマーの分解物はアミノ酸、グリコール酸といった物質になりまして、従来から自然界に存在する物質でありますから、海洋環境への負荷は小さいと考えられます。弊社はこの2つのポリマーをベースとしまして、これらの海質によって生分解可能かつ強靭性を有する漁具の開発という検討を進めております。次のスライドお願いします。こちらが具体的な開発内容と最終テーマ目標になります。開発目標は先ほども申し上げました通り PA4 および PGA をベースとしたバイオポリマーを用いまして、釣り糸、漁網等の漁具開発というところです。現在はまず第一段階として釣り糸にフォーカスした評価を行っております。また最終のテーマ目標としましては大きく3つ挙げておりまして、1つ目がこのプロジェクトの主題でもあります実用期間中の物性維持と使用後の分解の両立、第2に現状これらのポリマーのモノマーは石油由来でございますので、これらを商業生産に使用できるレベルでモノマーをバイオマス化する技術の開発、第3に強度発現のための防止化合技術、また構造制御の開発といったところを挙げております。これら3つのテーマについて各参加機関と連携しながら検討を進めております。次をお願いします。本日は進捗としまして、強度と生分解2点についてご報告させておきます、いただきます。こちらはまず強度のお話でして、こちら、市販されております非分解あるいは分解性釣り糸の、結節非強振度、右上のイメージ図に示しますように糸に結び目を作った状態で引っ張って破断する際の強さと伸びを比較したものになりまして、こういった漁具の評価では非常に重要な指標になります。こちらまとめますと、分解性の釣り糸、青の点線で囲ったエリアになりますけど、こちらは、非分解のものと比較して、強振度、特に、強度に劣る傾向がありまして、こういったものを生分解で、きちんとやっていくためには分解性の制御とともに、強度の向上が求められるというところになります。次をお願いします。こちら先ほどのスライドに本開発で検討中でありますポリアミノ4で製造した糸の強振度をプロットしたものになります。検討の中で重合方法あるいは防止方法、さらには工事構造制御といったところを各機関との連携を含めて検討いたしまして、ポリアミド4を用いた糸において市販釣り糸とほぼ同程度の結節強振度を発現することに成功しております。現在はこれらの糸を用いた実調テストを行っておりまして、実用的にどうなのか、どういったところに改善が必要なのかというさらなる改善を検討しております。次をお願いいたします。最後に分解性についてになります。こちら、先ほどの強度を発生した糸について分解試験を行った結果となっております。海水は弊社近郊の福島県の海岸から採取したものをそのまま使用しております。糸の分解試験では比較対象として行った純水中の試験では強度をほぼほぼ維持してきているというところに対して、海水中になりますとおおよそ強度が 25% 程度低下するということで、分解を示唆する結果が得られております。また使用後に遺棄された環境を想定しまして、海水と海砂を用いた試験系では強度が赤のプロットのように大幅に低下、
低下しておりまして、またその表面観察からも分解が確認できております。以上、糸の形態での海水中での分解試験を実施しまして、分解の進行、また沈降後の環境ではその分解が加速することが明らかとなりました。現在は強重弧などの導入によって、この分解性の制御、特に使用中はさらに物性を維持する、また使用後はさらに分解を加速するといった観点での検討を進めております。また今後、分解物の安全性なども確認のための評価を予定しております。はい、弊社からの発表は以上になります。はい、どうもありがとうございました。以上で企業プロジェクトのご紹介と成果をご紹介しました。続きまして、委託機関のアカデミアの大学の先生方の研究内容と紹介を、成果をご紹介したいと思います。まず、九州大学、高原先生、お願いいたします。高原先生、お願いします。すみません、失礼しました。次のスライドお願いいたします。ありがとうございました。お次願いのしスまライす。ドお願いいたします。九州大学は2つの、研究者が、研究チームが関わっておりまして、1つは私のグループで、この詳細につきましては次のスライドで、ご紹介いたします。次のスライドお願いいたします。研究開発の内容ですけれども、汎用の高分子、バイオプリマおよびマルチロック型バイオプリマの環境分解過程における構造と物性の変化について、海洋環境を中心に評価し、環境分解とマルチロックに必要な材料の高次構造因子を明らかにするということで、まず一つのテーマとして先端分析法を駆使したマイクロプラスチックの生成機構の解明ということで、実際に海洋から得られたマイクロプラスチックについて、特にポリプロピレンを中心にですね、X 線構造解析、電子顕微鏡観察、赤外吸収スペクトル等により、劣化の機構ですね、特に光酸化の機構で、結晶層というのは劣化せずに残っている、小層が選択的に起こるということを見出しました。次のスライドお願いいたします。次のスライド、それで実験室でマイクロプラスチック生成が、予測できれば、非常に有効なツールになるということでですね、光酸化による、ウェザリングによる劣化と、それから力学的刺激によるマイクロプラスチックの生成ですね、右端にありますような小さな、かけらが生成いたします。で、その、キャラクタリゼーションを行いまして、光照射時間とともに小さなかけらが増えるということと、それから海洋マイクロプラスチックで生成したと同じような、カルボニル基が多数生成しているということで、一番右にあるようなですね、表面層から劣化がいくというモデルを提案いたしました。次のスライドお願いいたします。それから、先ほど呉羽さんのお話でもありましたけれども、高分子廃棄物ツリートの環境分解挙動を同じように光酸化実験を行いました。これはナイロン4本も行っていますけれども、PVDF というのは非常に安定であると。それから、他のものはですね、比較的、力学的低性質が下がって表面劣化が観測されるということでございます。それから、結晶化度が増加しておりまして、特に視床部分というのが光酸化過程では劣化しているということが分かり、これをさらに海洋分解につなげるような検討を行っております。それからですね、次のスライドお願いいたします。光酸化分解剤におけるよるポリオルフィンの環境分解挙動、これ光酸化分解、添加剤というのが、市販されているんですけれども、それがマイクロプラスチック化の懸念があるということで、その検証を行い始めております。で、ポリオルフィンに添加いたしますけれども、カルボニル基の生成というのが表面で進行しているということが分かり、ポリプロピレンは非常に早く劣化するんですけれども、通常のポリエチレンというのはあまり、劣化しないということが明らかになり、今、これがマイクロプラスチック化しないかどうかというのの、検証を進めているところです。次のスライドお願いいたします。次に、松野先生のグループでは、水環境下におけるバイオポリマーの分解挙動の解析および制御法の研究開発というのを行っております。次のスライドお願いいたします。水環境下におけるポリマーの分子差凝集状態並びに熱運動性と分解特性との関係を理解するということを目的としておりまして、
モデル資料としてポリエステルからなる材料を用いて加水分解及び成分解に及ぼす種々の構造因子について明らかにしています。でまずポリゴグリコール酸について、ナノファイバーについて劣化挙動を評価しているということでありまして、まあ、水中では動的粘弾性の温度依存性が変わってくるということ、それから浸積によって、結晶化度が、変わっていくということで加水分解が視床領域から進行するということを明らかにしています。次のスライドお願いいたします。次のスライドお願いいたします。それからポリカプロラクトンにつきましても、一つ戻してください。次のスライドを、こういうふうにですね、AFM で観測いたしますと、表面劣化が進行するということが分かっておりまして、次のスライドをお願いいたします。次のスライド。マルチブラック、まとめとしてはですね、海洋マイクロプラスチックの生成機構の解明と、実験室系での綿皮生成のモデリング、光酸化成分解添加材料のポリオレフェンの作用機構を解明したと、環境分解に及ぼす高分子性の化学構造と固樹構造の影響の解明を行ったと、それからポリエステルナノファイバーの水中における分子酸熱運動性と加水分解特性との関係を明らかにした、酵素反応によるポリエステル薄膜の表面形態変化の観察に成功したということで、2029年 の、 最終目標はここに示した通りです。以上でございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは名古屋大学の上海人先生お願いいたします。はい、それでは名古屋大学の、ここから発表させていただきます。次のスライドお願いします。私たちはここにありますように再生可能植物由来化合物を原料としました分解性ユニットを有するポリマーの開発ということで行っております。ここに主に3つの項目を挙げてありますけれども、まずは非褐色性バイオマスからの新規バイオポリマーの開発、それからビニールポリマーはもともと分解しにくいものですけれども、これを、分解する、新たな手法を開発すること、そしてこれらを組み合わせてマルチロック型のバイオポリマーの開発へとつなげていく予定です。最終的な目標としては本プロジェクトで独自に開発した、マルチロック機構を組み込んだ非褐色性バイオマスを原料としたバイオポリマーの合成技術を確立するということになっております。次のスライドお願いします。まず非褐色性バイオマスからの新規バイオポリマーの開発といたしましては、この写真に示しましたように、さまざまな植物から取れるですね、植物油の中にテルペノイドというですね、天然に存在するですね、化合物では最も豊富な化合物群がありますけれども、その中の化合物から特にアルファベータの不飽和のカルボニル化合物、これから簡単にここに示しましたようなエキソメチレン強弱次塩という CC20 結合が強弱したような化合物、環状の化合物をさまざまなものを合成いたしまして、これ重合するわけですけれども、この炭素カチオンというのが非常に安定な炭素カチオンができるため簡単に重合してポリマーにできることが分かりました。生成しましたポリマーは二重結合が残っているんですけれども、そこに水素化いたしますと非常に高耐熱性の高いですね、ポリマーがバイオベースのシクロールフェンポリマーが得られるということが分かりました。では次のスライドお願いします。ここの研究ではですね、分解性ビニルポリマーの開発ということで、ビニルポリマーはさまざまなプラスチックなどに、使われておりますけれども、基本的には炭素、炭素、単結合からなるポリマーでして、非常にですね、分解しにくいポリマーです。でそれをいかに分解するかということですけれども、私どもはこれまでリビングカチオン重合という手法で、チオアセタールという結合がありますと、そこにどんどんですね、このビニルモノマーが入っていて重合するということを見出しております。そこで本研究ではこのような環状チオアセタールというもの、これをですね、ビニルエーテルと一緒に重合いたしますと、ポリマーの主鎖の中にこの環状チオアセタールが管を開いて重合していきますと、チオアセタール結合が、ポリマーの主鎖の中に入ってくるということが分かりまして、その、主鎖の中に入ったチオアセタールの中にどんどんこの青で書いたこのビニルモノマーですね、これが挿入されている形で、重合を進行するということを見出しました。ポリマーの主鎖にはチオアセタール結合という、CC 単結合に比べて分解されやすいですね、結合が入っております。実際にこのようなチオアセタールをある条件下で分解いたしますと低分子量化を、することが見出しておりまして、この手法をですね、さらに今後、マルチロック機構へと、結びつけていくというような研究になっております。それでは次のスライドお願いします。こちらの方では植物由来化合物ですね、それから
マルチロック型の、分解機構を有するバイオポリマーを開発するというような、テーマになります。具体的には、この研究では、この植物由来化合物ということで、グリセロール、主にこれは油脂から取れるもの、それからグリコール酸、これは、糖に含まれる、植物に含まれているものですけれども、まあ、これをですね、化学反応で、まあ、実際原料はこのものではないんですけれども、まあ、これをいくつか誘導化いたしますと、このグリセロールとグリコール酸から、ここに示したような、バイオベースの水酸基保護ラクトンというですね、ものを作ることができました。実際にはこのグリセロールというのは3つの、OH 結合がありますけれども、これがグリコール酸の2つの OH 結合と、まあ、縮合するような形で1つ OH 結合が残りますけれども、その OH 結合の1つをこのようなシリル基で、ロックしたような、ラクトンモノマーを作ります。でこのモノマーが、まあ、一般的な、ポリエステルの原料になります、バレロラクトンと共重合することを見出しまして、このような共重合体が得られました。その後、このような、シール基が、このポリマーの下にぶら下がってますけれども、ここを外すことで、OH が出てきまして、この OH 出てきますと、これが、主鎖の、エステル結合に、ロックイン環を作る形で、ポリマーが分解していくということを見出しました。以上であります。はい、ありがとうございました。それでは続きまして、山形大学の伊藤博先生、お願いします。はい、山形大学伊藤でございます。はい、それでは次のスライドよろしくお願いします。はい、山形大学では海洋分解性ポリマーの成形加工による工事構造制御とタフネス化ということで、山形大学の強みであります成形加工技術、特にさまざまな混練技術、またポリマーのアロイ、ブレンド、複合材の材料開発などを中心に、この海洋分解性ポリマーの構造制御及び標準化の実現のための2つのミッションを行っております。一つは、この構造制御とタフネス化改善のために成形加工プロセス、これの最適な条件、また新たな加工法の提案でございます。でもう一つは、まあ、参画企業様、またアカデミアとの連携によるタフネスを実現する新しい加工技術、これを実用化、まあ、事業化へのサポートということで行ってまいりました。次をお願いいたします。はい、こちらは2029年までの目標ということでございますが、山形大学の成形加工結晶性および海洋分解性の、プラスチック成形品の実現ということで、ポリマーのブレンド・コンポジット化による強靭化、それによるマルチロック型海洋分解性ポリマーの成形加工法の構築、最終的には石油系ポリマーを代替する新しい技術の完成ということで目標としております。また強靭性、海洋分解性のポリマー構造間の基本原理の解明ということで、成形加工によりさまざまな工事構造が変化していきます。その工事構造の関係、特に強靭性、引き裂き強度の解明や、その発現機構、その結晶形態、また分子の配合状態による、その分解性との影響を調べながら、マルチロック型海洋分解性ポリマーの成形加工法の構築を行っていく予定でございます。次にお願いいたします。今年度までさまざまな企業との連携、またアカデミアの連携ということで、さまざまな企業様と連携をさせていただきながら進めてまいりました。にお願いいたします。はい、これは山形大学の強みとしては特殊な混練加工技術がございます。例えばこちらでは8軸スクリューの溶融混練装置、これを用いまして、これは一つの例といたしましては、ナイロン系、ポリアミド系にポリルタキサンをブレンドいたしまして、ポリマーアロイ、新たなポリマーアロイを創生することを行いました。そのことによって非常にタフネスを改善したということを報告してまいりました。またこのように加工したものの構造評価、またその解析ということを行っておりまして、例えばこの右の方ではエッセンシャルワークオブフラクチャー EWF4 による、その破壊、挙動のメカニズム、こちらを詳細に検討しております。次お願いいたします。現時点での主な成果といたしましては、これはアカデミアの共通サンプルでございますが、ポリカプロラクトン PCL をモデル樹脂といたしまして、引き裂き強度と結晶形態の関係を詳細に調べております。
PCL、さまざまな遠心倍率で遠心したサンプルに対して、力学強度を測定しながら、その、力学強度の変化、または内部の、工事構造の変化ということで、このように分子の配光状態を、これはリタデーションを測定しながら評価し、この物性と工事構造の関係を詳細に検討しておるところでございます。次お願いいたします。また一つ、生分解性ポリマーであります、ポリ乳酸 PLA をモデル樹脂といたしまして、まあ、水分子、まあ、結晶に及ぼす影響についても検討してまいりました。結晶、初期の結晶状態が、それぞれの光条件、またアニール条件によってさまざまな内部構造の変化、また分子量の低下、力学特性の変化を示すことが分かっておりますので、そこを詳細に検討し、その加水分解と結晶構造の関係などについて詳細に調べているところでございます。次お願いいたします。はい、最後になりますが、これまでのまとめといたしまして、さまざまな企業様との連携、また海洋分解性、またその物性を両立する結晶構造の制御などを成形加工法をもとにして行っていくということで、今後とも検討していく予定でございます。以上でございます。はい、ありがとうございました。それでは続きまして、地球環境産業技術研究機構ライトの乾先生、お願いいたします。はい、乾です。成果を報告いたします。次のスライドをお願いします。我々は非褐色バイオマスを原料としたバイオモノマーの生産とポリマー分解酵素の開発を担当しております。非褐色バイオマスを原料としたバイオモノマープロセスの開発につきましては、複数の企業様からニーズのあった漁網や繊維等のポリマーの原料となるモノマーのバイオ化ということで、当からの一貫生産について検討をしております。もう一つは、ポリマー分解酵素の高機能化ということで、大腸菌をベースとしまして、複数種 の、 その、ポリマー分解酵素の活性を確認し、さらにですね、改変することによって、機能、高機能化というのを進めています。次のスライドをお願いします。これは全体像の中で我々の分担ということですが、まず真ん中の下ということですが、バイオモノマーの高生産というところについては、本日は、シスシス無根酸の生産の成果についてご報告します。一方、マルチロック型の一つとして、酵素の分解については、ペット分解酵素の高機能化の成果について ご報告します。次のスライドお願いします。担当としましては、帝人様の繊維のバイオモノマー化と海洋分解菌の探索、クレハ様とはバイオモノマーの高生産について、一緒にさせていただきますが、協調領域としては、バイオモノマーの今日は、シスシス無根酸ですが、さらにはアジピン酸の生産、さらにはペットの高機能化と取り込んでまして、協調領域の部分について今日はご報告をいたします。次のスライドお願いします。我々は非褐色バイオマスの原料としてこれまであまり注目されてこなかった未利用の非褐色バイオマスを活用しながら検討を進めています。例えばみかん脱樹液、焼酎粕、これはこれまで、有償で廃棄されていて、まあ、透過はいらないというような原料となります。その他コシやクスマなど、まあ、これらを使ったバイオモノマーの生産を使っておりますが、こういった非褐色バイオマスはですね、 CO2 削減効果が高いということでカーボンニュートラルに貢献する、ムーンショットのクールアースに貢献するものであります。次のスライドお願いします。ではまずシスシス無根酸の生産の現状についてご報告します。左側が代謝経路、非褐色バイオマスの糖類からですね、このような経路を使ってシスシス無根酸、さらにはアジピン酸へと変換するわけですが、まずシスシス無根酸糖からの生産ですが、右上の生産のように 57.7 グラムパーリッター96時間、あとで他の生産との比較を示しますが、時間あたりの生産としては最高の生産を達成しております。 なお、シスシス無根酸からアジピン酸までの酵素と変換酵素というのはあまりこれまで報告がないということから、さまざまな微生物からですね、このアジピン酸生成酵素を探索して、右下のようにですね、活性を有するものを見出しておりまして、今後このシスシス無根酸生産株に導入して、糖からアジピン酸の直接生産というのも取り組んでまいります。次のスライドお願いします。シスシス無根酸の生産については、我々右の
上の表の赤の部分ですが 57.7g 96時間というのは他の生産と比べても時間あたりは最も高い生産性となっています。なおシシスムコン酸から、さらにはバイオで、アジピン酸ということをご紹介しましたが、この他にも、この下の図にありますようにポリエステの原料となるジカルボン酸やジオールというものをシスムコン酸からの変換、あるいは左側のナイロン原料になるようなジアミンへの変換、非常に広い用途に使えるということになります。次のスライドをお願いします。次は、ポリマー分解酵素の高機能化、我々ペット分解酵素の高機能化に取り組んでおります。これマルチロック型の一つとしてです。次のスライドをお願いいたします。まずこのペット分解酵素、複数種のものをですね、微生物の中で発現し、左側ですがこれは電検写真、上側がペットのフィルムの表面スムーズですが、ペット分解酵素を発現した微生物を処理することによってこのように穴が開いてです、機能しているということを確認をしています。右側の図ですが、さらにこの酵素をですね、耐熱性のこのペット分解酵素をですね、これまでに報告ない改変を行いまして、30度という温度でも、野生型に比べて変異型が2倍以上の活性、50度という温度でも2倍以上、常温から高温、広い範囲での高活性化というのに達成しています。次のスライドをお願いします。でこのペット分解酵素については酵素の表面がマイナスチャージしているんですが、ペットでは非常に疎水性が高くなかなか酵素がアタックできないということですが、ここに非常に微量の陽イオン感染活性剤を添加するだけで、非常に活性が上がる。右の図はですね、まず野生型の酵素から改変を行い、さらにこの微量の酵素を行うことによって約30倍まで活性が向上するということをこれまで見出しております。次のスライドをお願いします。このように、最終年度までにバイモノマー生産については100グラムパーリッターという実用化まで達成する生産まで、それぞれのモノマーについて、目指してまいります。ポリマーのところについては、ベンチスケールで、活性10倍以上、生産濃度5倍以上を目指して進めてまいります。発表以上です。お願いします。はい、どうもありがとうございました。それでは産業技術総合研究所の、森田先生お願いします。産総研の森田でございます。よろしくお願いいたします。次お願いいたします。私どもグループでは酵母子のこのような改造構造ですね、そういうようなところがある、海洋分解ポリマー、こういうようなところをシミュレーションとインフォマティクスの技術を駆使いたしまして、海洋分解ポリマーの分解のための解析材料設計、そういうふうな研究をいたしております。次よろしくお願いします。はい、当グループは先ほど申し上げましたとおり、アトミスティックから組織までの高分子材料シミュレーション技術とインフォマティクス技術を持ち合わせております。そういうようなところからここの記載いたしておりますような最終目標、こういうようなところで、主には材料設計、海洋分解マルチロックポリマーを設計するための解析と、その設計というところを行うというところをやっております。次お願いいたします。はい、具体的にはこのマルチスケールのこの構造を持っているポリマーでございますけど、ミクロな分子差が結晶化することで結晶ラメラ構造を形成し、その結晶ラメラが積層して積層ラメラ、さらに枝分かれするようなようなものでミクロスケールの急所というような構造を形成いたします。こういうようなところを分解しなければならないというようなところで、そういうようなところをこのシミュレーションというインフォマティクス技術というところで具体的にここに記載いたしておりますような研究に取り組んでおります。一つ目は高分子結晶の分解の解析、もう一つはマルチロックポリマーの設計というところで研究いたしております。次お願いいたします。はい、具体的な成果というようなところを混ぜながらご説明させていただきます。海洋分解で残存している多くのものが高分子結晶であるというようなところ、そういうようなところは九州大学の高原先生のグループで既にご報告されている通りでございますけど、6の解釈の下で、こういうような高分子の海洋分解を検討する必要性がありますので、そういうようなところで我々のところで分解のシミュレーションを行って、それさらにどういうふうに分解しているのかということの精密な解析をするというようなところを我々は行っております。それでただこの精密な解ところどこが分解しているんですかというところを精密に解析するというふうに申し上げましても、実はこれ実は非常に難しい問題がございまして、どういうふうなパラメータを選んだら
選んだパラメータによってどこは分解してる、どこは分解してないとかっていうところの、解析っていうものが全然実は違う答えが出ちゃいます。でそこでそういうふうなところでは全然定量的な解析は行えませんので、私どもは機械学習を援用することによりまして局所構造をちゃんと解析する手法をまず開発いたしました。でそういうふうな技術を用いまして、シミュレーションで熱分解出したところに関してどういうふうな構造になっているのかということを精密に構造解析しましたものが右でございます。赤のところが結晶ラメラとして残っているところ、青のところがその飛翔部として分解しているところだというようなところとして、ちゃんとこういうふうなところの解析が行えるようになりまして、まあ、こういうようなところの解析を行うことによって今度どういうふうに分解していくのかというところを、こういうふうな分子差レベルで解析するというところを示し続けて行っていくというようなことを予定いたしております。はい、次お願いいたします。はい、で私のもう一つ海洋分解マルチロックバイオポリマーの材料設計というふうなところに関してもシミュレーションの側から取り組んでおります。で私どもはまず動的化境エラスト、これは東京大学の新設のグループで開発されているポリマーでございますけど、過強点が動的に生成切断するような次世代の強靭なエラストマーでございます。これは左のところに書いてございます図でございます。はい、このビシナーズ状とかというようなところでございますけど、まあ、そういうようなところを我々動的に組み替えを起こすようなモデルというものをまず開発いたしました。それでまあこの今ここの図には結合形成しているところと乖離しているところがございますけど、まあ、こういうようなモデルを開発いたしまして、それでモデルシミュレーションをするようなことを行いまして、実際吉田先生のグループで開発されてますような開発された材料である繰り返し変形の特性で、さらに熱をかけて引っ張った後もう一回熱でかけて戻したときにそのまま応力がちゃんと戻るとか、まあ、そういうようなところの解析というようなことも我々のこのモデルはちゃんと再現することが行われています。まあ、こういうふうなモデルを使うことによりまして予選説のグループの材料設計というようなところにさらに貢献していきたいというふうに我々考えております。以上でございます。はい、森田先生ありがとうございました。それでは続きまして愛媛大学の日向先生お願いします。はい、日向です。次のページお願いします。我々は海洋環境中におけますマルチロック型バイオポリマーの長期動態生態影響予測システムを開発することが我々のミッションです。次お願いします。システムではですね、まず陸域から発生した新型ポリマーが海洋環境中において分解するまでのプロセスをコンピューター上で再現するということを目的としているわけです。でまずですね、次に行ってください。基本となる背景場ですね、を気象モデル、海洋モデル、ハローモデル、生態系モデルを統合することによって再現します。で、その上でですね、しばらくちょっと飛ばしてみてください。9ページほど飛ばしてください。もっと飛ばしてください。飛ばしてください。もう少しです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 。もうちょい行ってください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 。もう一回行ってください。はい、ありがとうございます。その上でですね、海洋環境中におけるポリマー独特のコンパートメントを作って、それを全て統合することによってシステムを作り上げていくというアプローチを取っています。いくつかキーとなるポイントがあるんですけれども、一つは真ん中下の、沈降するプロセスです。ポリエチレンやプロピレンなど、海水よりも軽いポリマーであっても最近バイオフィルムの形成などによって沈降するということが明らかになってきています。そして海底で分解していくということです。でこのプロセスを我々だけではなく他のチームと連携しながらこの沈降二次分解モデルの開発を進めているところです。もう一つは右上のですね、海岸のプロセスです。これもマイクロ海洋プラスチック独特のプロセスなんですけども、海岸に漂着、再漂流し、そこで微細化、分解していくというプロセスです。これも九州大学の高原先生をはじめ、他のグループの皆さんと連携しながらモデルを開発しているところです。そして最終的には、このシステムにですね、左上のようにさまざまな分解速度を持った新型ポリマーをインプットしてあげる。そうすると最終的に右下のようにその分解速度に応じた生態影響ができるようなシステムというものを構築することを最終的な目的としています。じゃあ次お願いします。しばらく行ってください。これも飛ばしてください。次行ってください。次行ってください。
次行ってください。次お願いします。次、もう一回、もう少し行ってください。もう少し行ってください。もう少し行ってください。もう一回行ってください。はい。今日はですね、少し時間都合上、海底の話、それから海岸の話を少し説明したいと思います。我々はすでにですね、別府湾の海底、水深70メートルの地点から複数の海底コアを採取しまして、年代測定をすると同時にその中からマイクロプラスチックを抽出しています。そうしますと、戦後ですね、それによって戦後、どのようにマイクロプラスチックの堆積フラックスが変化してきたかということを明らかにしつつあります。これによりますと、マスプロダクションが開始されました1950年代以降、マイクロプラスチックの堆積が始まり、近年に至るまで徐々にそのフラックスが増えているということが明らかになりつつあります。そして我々はこの長期動態を再現するモデルを開発し、そして未来予測につなげたいというふうに考えています。皆さんご存知のようにマイクロプラスチックの研究というのは2015年以降特に盛んになりましたので、それ以前のデータ、特に前世紀のデータというのはほとんど存在していません。しかしながらこのように海底のコアを採取することによって、戦後ですね、のマイクロプラスチックの拡散状況というものを知ることができるわけです。そしてこの長期的なデータに基づいて我々はモデルをバリデーションし、未来予測につなげたいというふうに考えています。それはあたかも地球温暖化の研究において、上のキーリングカーブのような長期的なデータを再現し、それに基づいて将来予測をするというプロセスと全く同じプロセスだということが言えます。次お願いします。次に海岸の過程です。次お願いします。もう一回リターンをしてください。海岸の幅というのは皆さんご存知のように高々数十メートルですし、その前に広がる砕破帯という部分の広さというのは高々数百メートルです。これは全海洋に比べますと川、つまりスキンのように非常に薄い部分なわけです。でその薄い部分においてマイクロプラスチックは漂着し、微細化分解し、また再漂流するという、その過程が行われているわけです。そして砕破帯においては波があり、そして波は砕け乱流になり、そして離岸流が発生し、風により水槽流が発生し、それによって日々海岸地形が変化しているわけです。我々はこの複雑なプロセスを2つのアプローチ、1つは拡散係数を用いたアプローチ、もう1つは確率を用いたアプローチに基づいてモデリングすることを試みています。拡散係数を用いたアプローチではプラスチックを染料とし、トレーサーとし、確率を用いたアプローチではプラスチックを粒子として扱っています。もう一回リターン2回押してください。もう一回押してください。はい。ちょっと今日は動画をお見せできないんですけれども、すでにこのアプローチに基づいて西部瀬戸内海におけるマイクロプラスチックの動態というのを再現を試みている段階です。愛媛大からは以上です。ありがとうございました。それでは最後になりますけれども、東京工業大学の佐藤先生お願いします。はい、佐藤でございます。すみません、ちょっと音が入っているみたいなんで、どなたかミュートお願いいたします。次お願いします。私どもはマルチロック型分解性バイオポリマーに向けた植物由来モノマーの精密重合ということで参加させていただいております。ちょっと時間がだいぶ押しておりますので、ポイントだけ簡単に説明させていただきます。私どもはですね、石油化学品由来の重合反応で培った技術がございまして、それに植物由来の、物質ですね、バイオマス由来の、化学反応によって得られるモノマーですとか、バイオモノマーから得られる、新しいような材料の開発を行っております。次お願いいたします。左側にありますように、私どもはですね、さまざまな新しい重合反応、いわゆる精密重合と言われているような反応をですね、いろんな有機反応を操って、分解型の高分子も含めて開発を行うことができております。でまた右側にありますように、さまざまな非化色バイオマスを中心とした植物由来モノマーの重合というものを開発してきておりまして、これらの石油化学品の反応で培った技術、知見、ノウハウを生かしてですね、マルチロック型の分解性技術を開発して、非化色バイオマスを原料とした精密重合を行い、最終的な目標としましては、産業界と一体になってですね、実証して連携して実証していくということを目的としております。次お願いします。現在行っている検討内容としましては、非化色性のバイオ
ベース化合物としまして、グリスロールから簡単に合成できますような環状のビニルエーテル型のモノマーですね、を合成して、それの精密重合を行っているというところと、あとバイオベースから得られます乳酸の、ポリ乳酸の原料となりますラクチドがあるんですが、まあ、これを原料とした新しい分解性ユニットの導入法の開発というのを行っております。またこれらを使ってですね、参画されている企業と連携してです。連携して、さまざまなバイオベースモノマの強重合を行い、分解機構の導入というのを検討しております。次よりもお願いいたします。具体的な研究成果なんですけれども、グリセロール由来のビニルエーテルの重合、環状ビニルエーテル、さまざまな石油由来のビニルモノマと強重合ができることが分かっておりまして、さまざまな特性を持つバイオベース強重合体の合成に成功しております。特にですね、低導入率で、高い耐熱性の付与ですとか、また単純に熱では分解しないんですけども、化学的な刺激で分解できるような、そのような機構の解明に成功しております。はい、次お願いします。こちら最後、こちら最後になりますけれども、ポリ乳酸の原料となります、ラクチドをベースとしてこの硫黄結合酸素を1つ硫黄に変えることで、ラジカル重合ですね、ビニルモノマーとの強重合ができるような骨格というふうに、ができております。でそれでまだもう一つですね、これ通常のラクチドと 強重合することで簡単に分解するようなポリ乳酸、まあ、一般的なポリ乳酸は簡単には加水分解をすぐにはしないんですけれども、この結合を入れることで簡単に分解するポリ乳酸ですとか、簡単に分解するようなビニルポリマーの合成に成功しております。以上でございます。はい、どうもありがとうございました。少しちょっと時間が押して申し訳ございませんけども、皆さんありがとうございました。それではご質問、もし何かございましたらいただければと思います。ありがとうございます。ご質問ございましたら、WebEX のチャットの機能の方から、コメントいただければと思いますが、いかがでしょうか。次行く。はい、それではご質問ありませんので、時間になりましたので、それでは東京大学からのプレゼンは以上に、で終了とさせていただきます。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい。